あ、ここ激しい2人の争いになっていますが、ここは秋田がボールを奪っています。さあ2対2の場面、速攻からダンクを繰り出しました。コールビーです。スピードありましたね。はい、さあここは出しどころを探ります。古川ロングレンジのスリーポイントを決めてきました。さあここも連発となるかどうか。リバウンド争いコールビーを抑えて、コールビーのゴール下ですけれども、もう一度バスケットカウントです。コールビー本当によくリバウンド頑張りましたね。そうですね、ここのところでリバウンドを頑張ってアームストロングを飛ばせてファウル、他から白浜へ、白浜のスリーポイント決まりました。復帰後の初得点ということになりました。さあ素早く再び打ってきましたが、ここはカバーを見せますがシュート決まりません。キーランがボールを奪ってゴールした。さあ安岡マンツーマンにしましたね。ディフェンスシステム変えてきました。コールビーがねじ込んだ形です。12点差、秋田としては差を詰めてなんとか終わりたいところ。ウィリアムズ、ここはダンクです。長谷川選手のフローターシュートにしてもですね、まあ、シュートに向かっていく。長谷川中に切り込んでいった、フローターシュートを沈めていきました。8ポイント差に変わったところでタイムアウト、名古屋です。はい、そのどうしてもその相手のディフェンスを見てといいますか、少し戸惑ってしまうシーンが。キーナに預けて安岡、キーナに戻す、飛ばしてここはゴール下です。さあ中に入れました。コールビー強引に攻めていきますけれども、カーターリバウンド回収、ワンハンドダンクでこの試合まずは幕を開けました。まずは見せました、このセカンドチャンスの部分。そうですね、昨日はなかった。秋田にとっては救われた形でした。前が空いていた形、高いパスを通してカーター向き直ってのゴール下を沈めます。6ポイント差としたところで、秋田は昨日からのその反省を生かして、その中にスムーズにボールが来ているような感じはしますね。相手に時間をかけさせている印象はありますね、はい、さあ野本に渡してバスケットカウント。名古屋選手の交代です。13番、野本選手の方、野本トップの位置、ショットクロックは残り6秒。さあシュートまでいけるかどうか。タフショット野本に預けて、時間が少ない中でゴール下をねじ込んでいった形のいたいところなんですが、ここもまだ中にあまりボールが入っていかない。さあ振ってコーナー3は決まります。安岡です。さあその自分のハッスルプレーでつないだポゼッション生かせるか、スリーポイント、安岡です。さあまずは第4クォーター最初の得点取りたいところですが、残り2秒、シュートまでいけるか、ねじ込みました野本。ストロング飛ばしてというふうなところなんですが、シュートは決まりませんでした。ましたね、しかし秋田プレスを早くかけていって、コールビーボールを奪いました。2対1の場面に伊藤がここは沈めていきました。まあ、少し停滞していたオフェンスの流れがまずは少し動き出したというようなところですかね。そうですね、秋田としては非常に、動きがまた出てきたので。さあここは無理には攻めていきません、古川です。さあ安岡またロングレッジ連発できました。難しい状況の中で若い力、スリーポイント2本連続。